ですから、ラーメン丸。はじめましてなの？すごいね、はじめましてで共演しちゃうんだから。ちょっとね、一応ね、間に合ったら叩いてくださいって言って、おっ、それも自分のドラムセットちゃんと抱えて走る、ドラムを抱えて小座を走る女、ラーメン丸、セッティングしております。もちろん刻一刻とですね、私の持ち時間の方はですね、うん、押してるんですけど、うん、だからじゃあ言い訳、ボンドさんの保温の音がなかなか出なくて、リハが5分ぐらい押したっていうね、この事実これは誰のせいでもない。最後の晩餐っていう曲をやりました。実はコザの思い出がありまして、去年かな、去年でしたっけ、あれ、うん、丸中食堂っていうね、すぐそこにある食堂があったんですけど、そこでの会話がきっかけに一曲生まれました。再生しろって言うんだけど、好きだった人が再び目の前で歌ってくれると結構グッときちゃったりするね。これこうすごい好きだったなっていうのが、もう一回やってくるっていう。ラーメンマロンのビーベースカサラダイサク、ホーン、ロンドー、トマヒコ、ラック、ダスレイダー、最後のバンサー、レミス、コン。あの日は寂しさ、深夜に心身と誰もいない、誰も来ない、街並みを歩く小座の丸中食堂で、座敷の上に4人で座り、たわいない会話が夜の合間に響いて、一人一人が何気なく箸を口に運んで、ラーメン丸が声に出した、シャッターを閉じてなくなった、あの日のご飯も最後の晩餐、一つ一つが消えてなくなった、砕け散った一つ一つの思いが
つ一つの思い出が一つ一つの記憶がもしかしたら最後のあの時何気なく過ごしたでもそれが最後のあの時に取った態度があの時に言った一言があの時に聞いてあげなかった言葉があの時に通り過ぎてた空気がもしかしたら最後のもしかしたら最後のもしかしたら最後の晩餐最後の晩餐僕は考えたあなたの最後の晩餐は何ですか僕は考えた病気を持った僕はもしかしたら白い天井を見て白い壁に囲まれて白い窓枠を思い浮かべて透明な管が腕に刺さって一滴また一滴水滴が流れ込んでくる点滴が僕に運ぶ栄養を僕に流し込んでくれるこの一滴この水滴が僕の命を支えてくれる口を開いて何かを食べる隣の人と楽しそうに喋るそういった最後が迎えられたらいいけどもしかしたら僕は病院の中で一人で寝てるいや隣には君がいる君が僕の手を握ってくれるトクトクトクと白い管を抜かれてタンとダメよ好きなものを思い浮かべてよ命を支えてくれた管が僕に抜かれた僕に染み込んでた僕にとってはもしかしたらこれが最後の晩餐もしかしたらこれが最後の晩餐もしかしたらこれが最後の晩餐あの日の二人の晩はそこから子供たちの声が弾けたワクワクが向こうから染み込んできたこの葉が風に散ったこの葉が地面に落ちたそして風が止まった最後の晩餐最後の晩餐もしかしたらこれが最後の晩餐もしかしたらこれが二人の晩は最後の晩餐Music Lane Festival at the Lemmy's. That's later on MIC. Love and Mad on the drums. Yeah, yeah, Hannah Hills. そして、Gondo Tomohiko on the horn and synthesizer. Kazuhara Daisaku on the bass. Music Festival. ちゃんと食べよう。一つ一つのご飯がもしかしたら、もしかしたら最後の晩餐かもしれない。そう思って食べて、その時に一緒にいる人とその瞬間1秒マックスに来てその瞬間に起きてることを全部タンと食べようそしたらまた次のご飯を美味しく食べれるからハラヘルスの曲を聴けばいろんなご飯が美味しく食べれるからゴンドーさんのインスタを見れば美味しいものがたくさん食べれるからそしてコザの街沖縄のあちこち今日は東南食堂のそばを食べたけども一つ一つをちゃんと食べれば生き生きしてくるから最後の晩餐だと思って楽しんでくださいダスレイダーでしたありがとうございます
makes me feel so good. It's done us so good. Music makes me feel so good. 片目の出すロジキ。出すレーダー on the N to the I to the C. Thank you.